男子バレーボール初戦敗退、逆転さよなら中日エンゼルス負け。前他のスポーツのファンなんやが負けて嬉しいって以上か。見てておもんない競技ベストさん。注目度上がったら負けるパターンのやつか。やっぱジャニーズの歌と踊りがないと勝てん。そりゃ平均身長180あるドイツには勝てんわな。前のセットの時は勝てると思ったよな。バレーなんて人気なくてどこの国もやってないんやろ。そら日本が強くなるわな。ブロック失敗しすぎでは。あれじゃ無理でしょ。なおバスケもドイツに負ける予定。え、負けたんか。リードしてなかった。ドイツに勝てるのがサッカーだけとかわけわからん。いつもみたいにバレー会場だけ日本だったら勝てたのにな。サッカーとバスケとバレーはメダル取れないくせになぜか選手が調子乗ってるからな。バレーってどういうレギュレーションなん？サッカーみたいな感じ？そら他のチームは五輪に合わせてきてるし、毎回毎回日本で大会開いてるから本番弱いんやろ。ほんまに強くなりたかったら日本で試合するな。常にアウェーの環境で試合しとけ。他の国が調整してる大会で本気出しちゃってたか。お前らのイケメンだか身長が負けると本当嬉しそうにするよな。ご視聴ありがとうございました。